はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、本日ね、私こんがりの身にですね、ちょこっとした最悪な事件が起きてしまいました。はい、その事件はね、まあ朝方に起きたんですけれども、まあ、僕ね、ちょっと体調が悪くて、まあ、昨日ねお風呂入ってないんですよ。で朝起きたらね、なんか髪がね、なんかベタついてる感じがあってさ、あれ一日お風呂入らないだけでこんなにベタつくかなと思ってさ、まあ匂い嗅いでみたんですよ、手のね、うん、なんかねちょっとした食感があったんで、そしたらさ、チョコのパルファムがね、香ってきやがって、でさ、なんか見てみるとね、もうチョコついてるんですよ、髪に。はい、なんかもうべったり、僕最近ね、髪の毛伸ばしていてさ、めちゃめちゃ髪長いんですよ。その長い髪にね、まあまとわりついたチョコをね流すために、まあ朝シャンプー入ってきました。これがまあ朝シャンってやつなんですが、もうマジでさ、誰私のベッドの上でチョコ食べてたのってことで、この怒りをですね敵にぶつけていきたいと思います。はい、ということで本日使っていくのはね、この VSS、ちょっとすいません、なんか倉庫がね汚くなっているんですが、こんな感じ、 VSSブチギレスーパーショットを敵に繰り出したいってことでね、まあ、やっていこうと思います。基本ステータス垂直70の水平51、エルゴ54の精度44、腰ダメ76の有効射程60、サイレンサーは低いとなっております。はい、まあ、このカスタムですね、まあ、以前僕がね、武器庫でね、使おうと思ったカスタムなんですけど、武器庫ってね、やっぱり武器庫内に入ったらね、まあ、近距離戦闘が行われるんですけれども、やっぱそこにね、たどり着くまでに、まあ、敵にね、しばかれてしまったり、まあ、するわけですよ。はい、だから非常にですね、まあ、この VSS を使う上でね、結構難しいと。うん、じゃあどこに行けばいいんだっていうね、ことを考えまして、軍港だと。うん、軍港はね、建物がめちゃめちゃ多いので、まあ、あん中にね、まあ、敵がうじょうじょ、まあ、いもり散らかしてるわけですよ。そいつらを、まあ、この VSS 使ってしばけばいいんじゃねえかってことにね、まあ、たどり着きましたので、まあ、しっかりね、この VSS を使って敵をね、しばいていこうというふうに思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでですね、まあ、早速ね、射撃場にやってきましたので、まずはね、ノンリコイルで撃っていきたいと思います。まあ、結構ね、まあ、最近出した動画だと思うんですが、武器庫の VSS の動画、まあ、見てない方もね、いらっしゃいますと思いますし、まあ、思い出せない方もいると思うのでね、まあ、1日動画3本上げてたらさ、もう僕がね、何の動画上げてるかとか正直わかんないよな。俺自身もね、もうわかんないですから、なんか当の昔にね、出した記憶があったりなかったり、まあ、とりあえずまあこんな感じでね、まあ、VSS は最強です。はい。なんかめちゃめちゃなんかかっこいいんだよ、銃声が。ブルル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 ルとか言って、ほら、ブチチチチチとか言って、ブリリリリリリとか言ってさ、めちゃめちゃかっこいい銃声なので、これでね、まあ敵をですね、まあメンタルブレイクアウトさせてやろうかなと。で、さらにね、今回赤レーザーつけてきていますし、まあライトまでついていますので、近距離戦闘も全然やれる。こうやってね、もう腰打ちお祈りゲーミングで、まあ、敵をしばくことができます。はい、まあ一応腰打ちのね、まあ精度も見ておきましょうか。とりあえず、まあこんなもん。まあ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 。扱いこなせるかと言われれば、いな。まあ、お祈りゲーミングですよね。まあ、運ゲーなんで、このゲームは。はい。まあ、とりあえず、まあ、ADS したらね、まあ、敵しばけると思うんで、まあ、とっさの打ち合いは、このライトとね、まあ、レーザーが光ってくれるでしょうよ。はい。ということでですね、秒速3センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。まあ、皆さんはね、Uber のね、このミッションやってますでしょうか。はい。これね、マジで公演解けるんですよ。うん。まあ、A 級のね、まあ、スキンがもらえるからといってね、これやりすぎたら本当にさ、いくら金があっても足らないよな、本当に。マジでね、まあ、配達できればね、まあ、ギリギリセーフなんですが、配達できずにね、しばかれることも多々あってね、もう何回同じアイテムを買えばいいんだっていうね、もう無限列車編に突入してしまう可能性ありますから、まあ、皆さんね、もう本当に気をつけてください。もう気づいたら公演がなくなっています。はい、ということで、一旦ここで湧きましたか。で、とりあえず僕がね、用があるので、ここなので、とりあえずデパートの鍵を今回持ってきていませんので、あ、持ってくればよかったか。こういう時に鍵ってね、持ってきてないんですよ。デパートの鍵っていうのは。ほんと最悪。で、まあ上から打ち下ろせるね、まあ位置にありますから、これワンチャンあるよな。これ敵を上からマリコする可能性が高い。ははは、大丈夫か。それ何？それさすがにスカブな。まあ一
旦あのバカタレスカーブはまあ無視しておきましょうか。うん、スカーブ相手にするだけ無駄なんで。デパートね、初めて来たんですけど、もったいねえな。これ鍵さえあればね、完璧でしたね。お、なんかやってんな。めっちゃ近くでやり合ってるみたい、どうやら。デパートもまあ激戦区になる予感がプンプンするね。赤レーザーって敵視点見えないんですかっていうコメント来たんですけど、いや、レーザーはね、まあ、全て、まあ、見えますね、敵視点。はい。ただなんでじゃあつけてるかっていうと、まあ、見えにくいんだよね。青とかと比べると。やっぱり人間ってさ、青い色をね、結構識別しやすいっていう特性がありますので、まあ感触にね、結構敏感なんですよ。だからまあ、あえてここ暖色をつけてあげると、いたな。今、いたわ。ちょっと待って。あんなところに嫌がるじゃん。ちょっと待ってください。とりあえずさ、防具破壊しようか。あそこになんか敵いたか。しっかりグレネードぶっ刺してあげて、で、こん中のさ、バカタレをしばきに行きましょうか。絶対いた。はい、絶対やります。駆逐します。さあ、こんにちは。いるんでしょ、どうせ。怖い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 。怖いけど、もうしばくしかない。さあ、何枚いる？僕わかんない。なんか巻いてるか。お前巻いてんじゃねえ、もしかして。絶対いるだろう。あ、これスカブか？違うよな。これ人だよな、確実に。確定でいるよな、こん中。絶対こん中いるだろう。さあ、パカリ。とりあえず、いないと。どこ逃げやがった、あいつ。おい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 、逃がさねえからな。絶対に追い詰めたいと思う。大丈夫か、ここ。ちょ、待って待って待って。いないか。クリエン！しっかりとクリアしたらクリアしたって言いましょうか。いないね。消えた。ちょ、待って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 。逃げられたか。相当たるい。スカブじゃなかったよな、確実に。ちょっと待って。絶対いそう。なんかガス振りまいてるからさ、これどうしようかな。一旦落ち着け。鎮痛剤パクパクタイム入ります。はい。ちょっとこのガスがね、切れるまではちょっと待っておきましょうか。いや、グレネード2つ放り込んだんだけどな。ワンチャンボロボロになってる可能性がありますね。グレで。あ、待って、ガス食らってしまった。最悪。あ、大丈夫か。ギリギリセーフィング。さあ、この中にも、いないよな。大丈夫だよな。いないか。いないわ。クリエン！軍港はマジでね、魔境だからね、本当に。ここもいないか。いませんね。でも、ま、敵が来ていた痕跡はありますよね、やっぱりね。いたんだもんな。ここにいたもん、トトロ。ちょっと待って、トトロ逃げられたし、最悪。あの伝説のポケモンをね、捕まえたかったんですけど、無理だったわ。逃げられた。あいつ逃げ足早いわ、意外と。どうしよっかな。こん中とかなんかいそうじゃねえか。いないか。ちょ、一旦さ、行ってみていい？これ。怖怖怖怖怖。いるんじゃないの？ここに逃げた可能性もあるよな、全然。十二分に。いないですか？いなさそうですね。しっかりね、ライトで照らしてみましたが、いません。はい。ここでの機関狩りはマジで害悪。まあ、とりあえず、ウーバーやりに行きたいからな。ウーバーやりに行くか。うん、いないわ。消えやがった、あいつ。どこ逃げたの？本当にめんどくっさいわ。あれ？これ、ウーバーどこ？やばい。ウーバーの場所がわかんない。待って、あと11メートルじゃないですか。これ、ウーバーのマーク出ないんだよな。嘘。ここじゃないの？すいません。僕のウーバーどこ？ちょっと待って。どこだこれ？マジで。よくわかんねえ、これ。今回のタスク何？歯磨き粉12個。あ、間違えた。あ、こっちか。あ、こっちだわ。間違えた。もう最悪。そういうことかよ。なんだよ、それ。なんか違うやつだったし、歯磨き粉なんて今回持ってきてませんので、とりあえず、まあ、別の場所に向かわないといけないようですね。めんどくっさ。これ上にいるかもな。これ。いないか、これ。ワンチャンあるぞ、この上。ちょっと待って。デパート上なんかいる臭い。怖い。絶対しばきたいんだけど、いるんだったら。待て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 。いる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 絶対いる。はい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 、詰めます。はい、確実に詰めちゃうよ。いたね。ウーバー配達員撃破。焦ればいい。ということ、このウーバーしばきました。はい、対戦ありがとう。エースという名のバカ息子。マジかよ、最悪ですわそれは。ただなんかまあテスターとかいうやつ拾ったんでよかったです。いやー、ちょいマジか、しょっぺーなこれ。さすがにエースという名のバカ息子じゃねえかこれ。ちょっと待ってください。とりあえずね、まあこの辺まあ縛いておきますが、うわうわ、これはひどい。まあでもね、このウーバーバッグがですね、まあ高いので2万4000円ぐらいですか。まあ一旦ね、この辺縛いてあげて、でこっちはもうさ、いらないから、これちょっとこうやってあげて、でこの辺ちょっと縛いておきますか。こんな感じでよし。まあとりあえず OK かな。でまあマガジンフル確認しておいて、
で、この中の個室のトイレにもいませんよね。トイレニキもいないことなんで、ここで落ち着いてね、魂の ASMR のお時間かましていきたいと思います。まあ、これがね、玉込めのフリーレンってやつ。はい。まずはカチカチカチタイム入ります。とりあえず、まあ、ASMR のお時間とか言ってね、ASMR 要素どこにもなしと。まあ、ちょっと僕もですね、配達に向かいたいと思います。はい。忙しいんでね、本当に。いや、このゲームの中でもさ、仕事しないといけないなんてもう最悪ですよね。社畜の極み。とりあえずまあ社畜なんですけど、まあ社畜は黙ってね、働きましょう。それが社畜ってやつなんで。デパートまだワンチャンいたかな。まあちょっといっか。とりあえずまあこっちのね、外周ムーブから、しっかり社畜ムーブかましていきましょうか。僕のウーバーどこだ？そっち側か。了解した。とりあえずじゃああと40数メーター進んであげて、さっさと帰りましょう。さあなんか変なやつがいる。もうマジか。全然溶けねえ、こいつ。硬え。マジでさ、このスカブに弾持ってかれんの相当うざい。さあとりあえず、どっちかな、ここでいいのかな。ウーバー配達員です。あ、注文ありがとうございました。とりあえずこれでね、まあレンズを、まあ、3つ納品して、まあ GG ですか、提出完了。あとはね、帰るだけってことで、帰りましょう。意外とさ、なんかキル速出ないんだよな、この VSS ちゃん。まあ、あとは帰るか。あとはまあ脱出出口3番からまあ GG しましょうか。はい、まあそんな感じでいいかな、今回は。まあエースという名のバカ息子もね、しばけてるんで。まああとはもう帰るだけでしょう。いや、軍港って本当にさ、なんか極端だよね。二極化が進んでると思ってて。めちゃめちゃ物資いいやつとさ、しょっぱいやつの差が激しい、軍港は本当に。もうどっちかしかいない。中間層がいないわ。富豪か貧民かみたいな感じだわな、とりあえず。なんかよくわかんないけど、芝居といた。ちょ、ガチでスカブはやめて。もうマジでやめて。もう、野良に任せるわ、そこは。ナイス。とりあえずもう僕はね、ここでマガジンリロードタイムかましてあげて、もうあとは帰りましょう。60メーターで帰れる。ちょ、トワイライトアパートニキが怖すぎる。ちょっと待って、本当にやめてください。あとはこっち側の脱出口から帰るだけなんで、もうね、トワイライトアパートニキはもう全無視で行きます。とりあえずね、ここで解放してあげましょうか。さあ、残りは、8秒、9秒、まあ、よくわかりませんが、まあ、帰れますね。はい、対戦ありがとうございました。GG。はい、ということでですね、本日の最終結果はこっちね。57,000円。まあ、最近ね、連敗続きだったんで、まあ、そんなことよりもね、まあ、帰れたことが、まあ、財産かなって思います。以上、こんがりでした。じゃあな、GG。